はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ダウンタウン熱血時代劇、前回の続きからやっていきたいと思います。そう、山城に着いたところで通行手形を持ってるかって言われたんですよね。まあ持ってないんだけど、とりあえずこっちは行けないから、誰か通行手形持ってないの？優しそうなお侍さんがいたんで声をかけたら切られそうになってマジ危ねえな、物騒すぎだろこの世の中。美味しいものくそ、さっき聞いたよ。なんかこいつらな、本当なんかろくでもない情報しかくれねえかんな。なんか情報くれ情報。この河内はいろんな国とつながっているよ。もうそういうのはいいからさ、なんか通行手形はどこで手に入れるんだっていうの。兄ちゃんお疲れさ、もう、ほんとどうでもいい。もう飯でも食ってくか。食ってばっかだな。芋。芋じゃねえや。飯と汁。よし、これにしよう。35円。30円だったか？薬、うどん。うどん屋さんまたあんのか。こういうとこ入れんの？入れないな。やっぱ開いてないと入れないのか。よろずや。てか話してこいちよ。わしは見たんだ。たくさんの鉄砲を運んでいる奴らをな。鉄砲欲しいな。人間ドリル。いいね。高速ドリル回転で敵を吹き飛ばす技。人間ヘリ。持ち上げた相手をくるくると回す派手な技。人間魚雷。1000円か。人間魚雷よりは自分魚雷の方がいいかもな。いっぱい敵を巻き込めるから。でもちょっとまだな、高いな。素通りしないでさ、何でもいいから何か買っておいてくれよ。うるせえ。俺は金がないんだ、金が。延命の5分3000円、高ー。厚手の旅。バネが10アップ、キックが5アップ。あ、これいいね、安い。買おう。100円だし。鉢巻きは500円か、気力上限30アップ。6尺ふんどし。武器投げが15アップ。これ200円だ、安いな、買おう。あとは、硬い鉄鋼、パンチが10アップか。パンチか。どうだろうな。硬いキャハン、キックが10アップ。これも200円だ、安い。これなんか安いやつ一通り揃えられそうだな。打たれ強さ10アップ。あとはそんなものか。着物は500円するのか。体力の上限を20アップ。あ、いいね。でも500円か。今、まだもうちょっと手が出ないな。とりあえず装備させましょう。さらしい。硬いキャハン。六尺ふんどし。厚手の旅。お、いいね。なんか揃ったな。あれ？てか、もしこれ、鶴松の分も買ってあげないといけないとか？マジか。倍かかるな。まあ、厚手の旅安いから買ってあげるだろう。あとはどうしようかな。武器投げか。こいつ武器投げないからな。いいや。パンチか、パンチかキック。どっちだろうな。鶴巻ちょっとパンチにしよう。あとは、さらしは買ってあげよう。打たれ強さが上がるから。うお、一気に200円になった。しょうがねえな、鶴巻。お前にも買ってやったぜ。俺はちょっと自分で稼いでくれよ。買ってやった分は。給料制にしよう、給料制に。こいつは全然攻撃してくんないかんな。なぜか武器持ってるし。中吉郎一家の子分たちだ。中吉郎か。また同じ敵だな。あれ、あんま強くなってねえな。6だったよね、もともと。いってー！敵はこんな積極的なのに。お前らもっとなんとかしろ。たまにね、吉野がくるくるスクリューで回転するんだよね。おっと、危ねえ。お、そうだ、武器投げが15上がったからな。くらえ、強い。武器投げいいね。いた、また一条の反撃を食らった。そう、一条のくせに生意気だ。おらおら。今、ジャイアントスイングも、立ち上がりが早いとちょっとあんまできないからな。ほら、いいてー。打たれ強さが10上がったけど、どうなんだ？なんか目に見えて、こう、強くなった感じはしないな、装備を揃えたけど。特にキック、キック15上がったはずなのにな。どうなんだろうな。
ほらほらほら、えらい、これが多分、おお危ねえ、1でも上がるとな、666が777になるだけでだいぶ違うんだろうけど、おレベルが上がったぜ。そう、これレベルが上がるとこのスキル玉を1個手に入れられるみたいですね。どうしようかな、これでようやく1個か。だって鶴松何でもやってないもんな。マッハキック、マッハキックをとりあえず覚えさせないと話にならないな。シャキーンで、一応マッハキック解禁しとくかなんかパンチでやってこうって言ったばっかりだけど、こっち上行ってみましょう。なんだここは、よくわからん、また出てきた。ちょっとここはシカトしよう。少し先に進みましょう。先に、おい、お前があの有名な国政とやだな。なんだなんだ、お前を倒して名を上げてやる、覚悟しな。何、誰かいんの？いる、なんか埋まってるし。なんだここ戦いづらそうだからな。ちょっとみんなこっち来いよ。超頑張ってんだけど、しょうがねえな。挟め、おらおら、もうわけがわからん。めっちゃ食らってる、銃食らってんよ、マジ。おわ、刀取り出してきた。見づらいけど、とりあえず挟み込んでこのままはめ倒すしかない。結構タフだな、やっぱり。おらおらおら、立ち上がりもめっちゃ早い。立ち上がりが早い方がみんな攻撃してくれる、うちの子分たちは。ここぞという、いったい28食らった、刀強え、マジかよ。おらおら、おお、いって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 、25食らった。与之助今28食らったぞ。おお、倒した。ちょっとよくわかんない状態だったけど、なんだなんだなんだ、どっから出てきたお前今これで終わり、あれ何もくんないの、通行手形は渡さんみたいな本当に終わり、うおー、完全に埋まってんな、これ息できねえだろお、新しい町だ。どうだい、まるで砂漠みたいだったろう、でも思ってるほど広くないんだぜそうかい、よろず、軽いわらじ、砂漠でも沈まなくなる、素早さも6アップ。これ買っとこう。ちょっと鬱陶しかったかな、さっきの沈むやつ。ここら辺はさっきと変わらないな。今熱血ふんどしとかすげえな。武器投げ40アップ、パンチキック20アップ。2000円か。着物も欲しいな、体力アップさせるから。どうしようかな。鶴松に買ってあげよっかな、着物。500円するんだよな、でも。自分の分を買わないで、鶴松に買ってあげるっていうのもな、あんまり攻撃してくれるわけでもないからな。軽いわらじってそういえばどこだ？ああ、全然大丈夫だな。ここは稲葉です。異国ではこのような場所のことをオアシスと言うらしいぞよ。どうでもいい。マジどうでもいいことしか言わない。止まるとな、一気に195円になるかな。あれ？なんだ？待てよ、国政。お、またかよ。追いかけてきたよ。しつこいな。やばい。鶴松、お前死にそうじゃねえか、いつの間にか。ちょっとな、こいつら二人を同じ場所に集めて、よし。はめる。刀を取り出してきたか。やばい。挟む。挟むのが一番いいんだよね。鶴松、行って。大丈夫か、鶴松。最悪、鶴松が死ぬ恐れがある。やばい、マジで死ぬ。強い。痛い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 。やばいぞ、鶴松。よしの、よくやった。うわ、刀を持ち出してきたよ。頑張れ、鶴松。えってと思ったら、やばい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 。めっちゃ強い刀。いや、でも敵に刀使って記録がなくなるはずなんだけど、そういう設定はあるのかな。ちゃんと敵いて、敵にも気力設定あんのかな。きつい、回復させててよかった。こんなことになるんだったら暗い。やばい、誰か38食らってた。よーし、
おらおらおら、この俺にリベンジを挑もうなど100年早いわ。一体になればこっちのもんだ。うわ、重吉がやばい。くらえ、早く早く、危ない危ない危ない、早くくさばれ。よーし、また負けた、出直しだ。いくらになった？1395円か。どうしよう、寝ようかな。いや、こいつは出てきて何なんだ。あれ、やつやってなかったっけ。団子屋さん、よろず屋さん、あれ、さっきと同じじゃん。寝よう。600円かかるけど、特に寝るシーンとかはないんだな。回復、やっぱりな、鶴松が若干弱いな。体力がない、体力が。金も貯めないといけないからな。ちょっと戦っていくか。これ金貯めるのも大変だな。かといってな、まあレベルも上がることだし、地道に戦っていって戦っていきましょう。金金金、金は大事だよ、お金は大事だよ。吉野君頑張ってたな今。おお、頑張れ。おらおら、よしよしよし。おお、挟んでサンドイッチにすれば、こういった追い打ちはしないな絶対。もうなんかそういう設定なのかな、コンピューター的に。てかこいつら倒すといくら手に入るんだ。今825円でしょ。一条を倒して825円からいくらになる。ほい、831円、6円少なってことは何体出てくるのか分かんないけど、多分10人くらい出てくるから、これで60円か。効率悪いな。敵によって経験値と金違うのかな、やっぱり。虎蔵の一家がかなり高そうだな。こいつら単なる雑魚だな。まだいたのかよ、二人。こいつら倒して12円だろ？こんな苦労して。マジかよ。割に合わねえな。おー、レベル上がった、また。聞いたぜ、こんちくしょう。ちょっと国を上げよう。順番に上げていくかな、国尾と鶴松。でもな、国尾もなんか先に、こら竹切り。国尾も優先的に上げちゃおうかな。鶴松は、もうとりあえず、武器と、防具を買ってあげる。装備でなんとかしよう。この必殺技系というか、スキル系は全部国政だな。レベル上げるのも結構苦労するからな。ポンポン上がるわけじゃないし、またなんか出てきたよ。お待ちください、忍にございます。ここは神の増しますご神域、刀を使ってはなりません。刀全然使ってないけどね。もし刀を使ったならば生倉刀になってしまいます。マジかよ。どうぞお気をつけください。ではまた。てかお前も一緒に戦ってくれよ。忠吉郎一家の子分たちだ。暗い。忠吉郎はいくら持ってんだ。これも見てみよう、どうせなら。おー、いてててて、暗い。そろそろ倒せるかな。よし、909円、909円が919円。お、こいつは10円持ってる。中吉郎一家はまあいいな、まあ、10円だな。ちょっと6円とかしょぼすぎるからな。あんまなんか強さ変わんないように見えるし、さっきのとどこが違うんだ。10円と6円、差がわからない。いてへへ。もうちょっと金目のやつと戦ってこう。そうすると最低10円だな、まあ、こいつらが高い方なのかもしれないけど、強さ的にはあんま変わんないからな、戦った感じ。くらえ。てかあんまり強くねえし。ジャイアントスイングやりたいんだけどな、なんでできないんだろうな。難しいな。あ、できた。痛い。
こいつらほんと切り株大好きだよな。敵は何体出てくるの？いってー。10人くらいだろうな多分。そうするとこいつら全員倒して100円かよ。あんた一体。お、それなんか空竹切りみたいなの手に入れたな。これ装備しないといけないのかな。また中吉郎か。ステータス。空竹切り。ジャンプから縦に振り下ろす必殺切り。ちょっと、使えねえんだ、ここ。生倉になっちゃうからな。それは嫌だ。中吉郎。どうなんだろうな。なんか仕方してこう。もう少し、金目の奴らと戦いたい。ここ何？長門。なんだ？おお！大丈夫か。死ぬかと思った。ここはなんだ？洞窟か？てか今どこにいるの？地図。長門。だいぶ来たな。九州じゃん、もう。神六いっか。あ、神六って確か6円しか持ってないんだよね。こいつらもう無視だ、無視。戦う価値なし。備前。備前か。ここもなんかさっきと同じ雰囲気だから、通行手形が必要とか？うわぁ、いるお侍さん。通行手形を持っていないものを通すわけにはいかん。ここを通りたければ通行手形を持ってこられよ。うわぁ、マジか。通行手形を探すのか、やっぱり。ちょっと西の方まで来たからな。戻るしかないか、そうすると。ちょっと今度は東に向かっていくか。なるべく戻るときは行ってないルートから戻ろう。中吉郎一家の公文だ。中吉郎って10円だっけ。まあ、10円もな、価値がないからな。これどこだ？戻りがわからん。行けねえし。こっちは？何にもない。あ、そういや、ファミコン版とかって謎の店がありましたよね。こういう怪しいところ行くと謎の店に行けたりするんだけど。今回もあんのかな？神六一家。神六ってなんだっけ？ 6 円だっけ？うわ、6円だ。これ下に行けるんすよね。おお、町だ。お、よろず屋がある、よろず屋。縁結びのお守りって何？ 2000 円高い。出雲のお守り、2000円。なんなんだ、この五加護って。ここら辺は一緒か。どうしようかな。そしたらじゃあ、着物を買おう。2000円。こっちだな。体力の上限を20アップさせる。2つ買おう。そうすると。うわぁ、一気に。100円になってしまった。で、国用と、厚手の着物。装備。よーし。これで体力は265、170。うん、上がってきたね。鶴松の気力がないな、気力が。出雲には全国の神様が集まる月があるのだそうだよ。なんだそりゃ。何言ってんだかわからん。ここは出雲です。ありがたやありがたや。出雲大社がそうすると。スクリュー2、1000円。スクリューを強化したアタック技。張り手スペシャル。張り手スペシャルってどんくらい強いんだ。でもな、キックだしな、国を。キック系のものが欲しいな。飯。トラゾー一家の子分たち、あ、これさっき、トラゾーって言って、トラゾーっていくらだ？ちょっと倒すか、そうすると。ほら。今確か99円だったよな。痛ーい。さあ、トラゾー一家よ、お前らのお小遣いはいくらだ？よし。107円。うわー、10円持ってねー。トラゾー一家もちょっと戦う価値なしだな。こいつら倒したらちょっと、行こう。せめて10円だよな。神六。神六は安いから嫌だ。お前らそんな奴に構ってるんじゃない。時間の無駄だ。これ下とか行けんのか？別のところに出んのかな？てかヒントがなさすぎる。どこへ行けばいいんだ？これさっき聞いたよ。もうろくでもない答
ことしか言わないからなこいつら。通行手形はどこへ行けば売ってるよとかないのかな。中吉郎、中吉郎は10円だったよね。ではな、ちょっと今かまってる暇ないからな、通行手形を求めて。まあただお金もないっちゃないからな、戦わないといけないんだろうな。虎像は8円だかそんくらいしか持ってないからいらない。これ上だっけ。あ、そうだ、これさっきっていうか前行こうとしたけど行かなかったところだ。これ誰だっけ、10円舞台だっけ。なんか一回怒ってきてるね。ほら10円だよね。128円、138円。うわ、ちげえ持ってないこいつら金。ちょっとこいつら倒したらもう行こう。なんなんだよお前ら、貧乏すぎやろ。あれ、行けないぞこっち。なんだ、もう端っこってことか、マップ的に。ちょっと地図見よう。今越中にいるのか、意外に来たな。マジか、こいつらもう戦う気ないのに。とりあえず倒していくか、うっとうしいし。ここのマップを少し探索しよう。おらおらおら、いけいけいけ。この画面の端跳ねで、おらおらおら。うん、でもなんか言われてみればちょっと弱い気がするような。いってみんなまともに食らったよ。投げたい、強いない、うへえ。これ何一家だっけ、神の国、中吉郎一家が10円持ってんだっけ。168円、あれ218円。この滝の裏とかなんかあんのかな。もしや持ってるやつら人によって違うのか、金額。下行けんのかな、行けねえな。ここなんだ、何があるんだ、何があるどころか何にもない。こっち行けないよ、行けないな。何にもナッシングか、本当に。まあいいや。山賊の一味、山賊っていくら持ってんだ、しょぼそう。5円とかそんな感じなんだろうな。これ218円だろ今。いていていて、チャリーン、うお、258円40円、マジで。山賊超金持ちなんだけど、これは絶対倒すっしょ。チャリーン、298円、すげえ、超いいかもだ、山賊かもだ。よしよしよし、これはいいぞ。くらえ、1条ジャイアントスイング。おお、しかも山賊強くない、どういうバランスだこれ。これ山賊狩りしてた方がいいじゃん、親父狩りならぬ山賊狩りしよう。ほら金出せ金金、完全にこっちが山賊だな。ほら金出しやがれ。おお、もう無限に湧いてきていいよ。まあ、それはさすがに嫌だけどさ。ほら、さあこれでいくらになってるかな。助けて親ビーン、山賊、おお878円までいった、すげえ。山賊いいな、これから山賊を飼ってこう。これ今どこだ、駿河に戻ってきたか。ああ何でもいいから買っておくれよっていう。ちょっとまたやっぱり鶴松が減ってきてるかな。そういや空竹切り使ってねえな、刀がな、ちょっと気力減りすぎだからな。宿屋も高いし、これ上って何にもなかったんだっけ。あ、そうだ、なんかうどん屋がいっぱいあってなんちゃらかんちゃらって言ってたな。じゃあちょっと今度は右側、東に向かっていきますか。
人六一家。人六か、人六はな、本当に金持ってないからな。いて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 、この野郎。そうだよね、878円が884円。ダメだ、もうこんなやつら相手にするだけ時間の無駄。お、なんだ伊勢、何、待たれよ。我が名は柘植雷蔵。我らの邪魔をする幕府の犬とは貴様だな。我が一族の復讐を果たすため今は引くわけにはいかぬ。志半ばで散っていった仲間のためにもな。貴様には消えてもらう。突然だな。何のことだかわからねえが、問答無用。お、マジかよ。お、なんだ、うわ、なんだ、いっぱい出てきた。お、マジかよ。これちょっと刀投入してもいいんじゃないか、この場合は。全然当たんねえし。ジャンピングで、お前、ジャンピングで、あれ、おお、出た。あ、ここあれだ、生倉刀になっちゃうからダメだ。てか音かっこいいな。テビリーン。敵が多すぎてやばい、わからん。ちょっと待って、ほら、とりあえずジャイアントスイングでいっぱい巻き込みたい。一人倒した、いってー。ほら、この柔道家みたいなやつ、あれ、いつの間にかもう雑魚敵がいなくなってる。あとはお前だけだ。囲め、取り囲め。うわ、刀出してきた。ここ生倉になるよ。君知らないでしょ。ここでね、刀使うとね、生倉になるんだよ。しぶとい。めっちゃしぶとい。でもこいつは結構殴ってくれんな。立ってる敵には容赦ない。おらおらおら。おわねえ。こいつらにも生クラが適用されるのか怪しいからな、もうこういうゲームは。てか、しぶといな、マジで。おぉ、レベルアップ。うぐ、先を急ぐか。あれ、イベントが始まった。その力、貴様、ただものではないな。奴らから聞いた話では、まさか。消えてった。すげえ術使うよな。うわ、そして人六一家が出てくるのかよ。次のマップ、次のマップ。お、ここはどこだ？ここは、なんともすがすがしい、なんだそりゃ。これから帰るところなのじゃが、何やら若返ったようじゃわい。もうどうでもいい。私はこれから出雲へ行くのさ。ここどこ？本当に。伊勢か。なるほど、伊勢神宮ね。また縁結びと伊勢守りがある。1200円貯まってるな。なんか、キック買おっかな、キック。仕込み鉄砲、これ、鉄砲、パンチか。仕込みキャハン、キックが30アップ。お、これ買おう。オッケー。とりあえず装備をしよう。今、硬いキャハンだから、それが仕込みキャハン。プラス20だな、キック。よし。これ装備でだいぶ強くなるな。キック84。いいね。ちょっと敵と戦ってこよう。お金なくなっちゃったからな。と思ったら、ここには敵が出てこない。スルガ。あれ、マジで敵出てこないな。俺の、仕込みキャハンに恐れをなしたか。あれ、ここなんだっけ、最初のとこだっけ。結局戻ってきた。お、なんだ、違う。虎像一家か。おう、国政さんよ。あんたにうろちょろと動かれるのは困るんだよな。余計なことをすると痛い目を見る。それを体に覚えさせといてやる。まさか。うわ、いきなり、いったー、ついえー、めっちゃ食らったー。挟め。ただ敵が一体なら、なんとかな、うお、危ない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 。おお、スクリュー。ちょっとこいつは雑魚敵じゃないから、あんまりキックが強くなったのかはわからないけど、7当たる。
とりあえず一人だとリンチできるな。なかなかタフなんだよねこの中ボスキャラも。刀を食らうとめっちゃ食らうかな。弱っ。チキ正面覚えてやれ。さて行くか。これイベントが始まるまで少しラグがあるな。い痛い。虎像一家に逆らって生きていけると思うなよ。早く薬を飲まないと。なんだこいつ、持病持ちか。虎像の家か。ここ虎像の家駿河にあるのか。とりあえずヒットポイントがまた減ってきたな。これ何屋さん。あれこれ鳥羽城じゃん。100問かける。100問かけよう。ようござんすね。入ります。それでは勝負。超グさんの超やった。お客様の勝ちのようですね。金が増えた。てかこれあれじゃん、なんかセーブすればさ、みるみるうちに増やせると思うんだけど。まあいいや。うん、とりあえず、なんかちょろちょろ中ボスを倒したところで、今回は終わりにして、まあ、また次回やっていきたいと思います。